える？私はジェナを追ってゲートに入ったんだけど、あんたはどうしてこっちに来ちゃったの？まあいいわ、それに来てくれて助かった。そこからも見えるでしょ、あれホムンクルスよ。まだ生まれる前みたいだけど、キメラを吸収し続けてるわ。こっちの世界ならあいつを成長させるための餌に困らないってこと。とにかくジェナがあれを使って何かしようとしてることは間違いないわ。あんなサイズのホムンクルスが生まれたら大変なことになる。その前に私たちで破壊するわよ。今の反応は完全にロスト。もうこっちにはいないのかもしれない。代わりと言ったらなんだけど、小型のホムンクルスやモールで見た触手があちこちにいるみたいだから注意して。ないと思ったら、あの大きな塊から発生してるみたい。厄介ね。
聞いて、ジェナの反応を捉えたわ。第三六地区に出現した隊長は東に向かって高速で移動中。ネウロン部隊全員に非常招集をかけたんだけど、各地に出現したホムンクルスに足止めされている状態よ。ジェナの向かっている方向、まさか手薄になった本部襲撃が目的だったの？そうか、だとすると狙いは一つしかないわ。オリーブ、地球司令の避難準備をお願い。私もすぐに戻る。え？了解。あのデカブツはあんた一人に任せる。終わったらすぐアークに戻って。私一人でジェナを止められるかどうかわからないから。じゃあ本部で待ってるわ。なったみたいね。指令の避難準備はできているわ。アキラちゃんが戻り次第移動を開始する予定よ。帰還ポイントが分かり次第ヘリを送るわ。とにかく君もすぐに戻って。